はい。では次に社会の内容に入っていきます。第1の2が社会でした。で、こちらに見せている、地図なんですけれども、中心に奈良市があって、その他、例えば韓国の慶州市、中国の揚州市、西安市、フランスのベルサイユ市などなど書かれているのは、これは実は奈良市の姉妹都市や友好都市が、書かれています。これを会話文に載せて様々な説問を作っていくというのが今年度のスタイルでした。例えばこういった形です。まず問いの1番は、中国の揚州市に関してです。揚州市は誰々の故郷です。現在の奈良市が政治の中心であった頃、誰々は聖武天皇の願いにより来日しました。で、この人は日本の仏教の発展に大きな役割を果たしました。で、答え、この人は誰ですか？鑑真というような問題ですね。はい。で、この鑑真なんですけれども、奈良市が学校で使っている学校教科書、ね、これは東京書籍のものになるんですけれども、こちらの33ページに、本当に大きく掲載されている人物です。では、まとめます。適性検査1に関して、まず1つ目が、条件に従って作文していく表現力が必要です。はい。この条件に従ってっていうのが重要で、これを守れていないと、おそらく大幅に減点されていると思われます。これを短時間に行っていかなければいけません。はい。そして2つ目です。表やグラフを読み取る分析力、こちらが必要です。表やグラフを分析してそれを読み取る。そしてそこから考えさせるようなものも出ておかしくありません。そして最後に必要な内容を的確に説明していく記述力、表現力、そういったものが求められます。ろうそくを用いた実験がテーマになっていたのですが、聞かれていることは実験の方法ですね。実験の方法を文章で説明しなさい。という問題だったんです。実験の、方法を文章で説明するとなれば、私学の入試によくあるような正しい実験方法を図から選びなさいというような選択問題よりも、深い理解が必要になります。また、用意するものがこのように5つ与えられまして、文章の中で必ずこの5つを、用いて説明しなさいという設問でしたので、もしこれを、書くとするなら回答例このような形になります。非常に長い文章を記述しなければなりません。この問題、初めて見た小学生が、これだけの量の記述をして正解にたどり着くというのは非常に難しかったかと思うんですけれども、この実験、実は。はい。そして二つ目。二つ目はグループワークなんですけれども、こちら12分間です。で、今回のテーマが一条のスローガンを考えましょう。中学校に入学してからみんなと上手にやっていかなければいけない。で、そこで一条のスローガンをこの5人で考えてくださいというのが、今回のテーマでした。はい。で、最初はどうしてもこう初めて顔を合わせる5人なので、こう話し始めるときにこう目配せしながら、周りの様子を伺いながらっていう風な様子だったようなんですけれども、やはり、ね、そこ最初にこう発言して、こう話を切り出す積極性であったり、まあ、仲間のこう意見をこうまとめていく力であったり、そういったところは確実に面接官に見られていますので、そういったところはこう点数に結びついていくというものでした。はい。これが面接になります。はい。で、ここからは、新学館でどのような一条の対策をしているのか、っていうのを、ご紹介させていただきます。はい。で、今回は適性検査1や適性検査2に様々な問題、出てきてましたけれども、やはり適性検査ならではのグラフや図表の読み取り、そして記述させる問題、表現力をこう求めるような問題、多く出題されておりました。新学館では昨年からですね、その適性検査型に対応できるための、出題パターンを多く網羅したオリジナル教材で、対策の方を進めております。